My attack marker. Everybody look at my はい、見ての通り床一にいるゆっくりです。早速アメリカ兵が上陸してきているので迎撃しましょう。まあ、ゆっくりの腕にかかれば敵の1師団2師団余裕で撃退できるね。There's smoke. Bolt incoming, one. Rally soon. Rally. Okay. Safer. Do I have...お前さ、あれだけ撃って4人しかやれないとか狙撃兵やめろよ。ゆっくりは悪くないもん、中心が曲がっているのが悪いもん。味方に迷惑だぞ。こんにちは。はいはい、また分隊長が抜けてゆっくりに分隊長が回ってきたよ。抜けるのはまだいいが、いや良くないが、せめて一言は言えよ。ハースポーンが敵に無力化されてるから確認しに行かないと。まあ復活させたところで分隊長も通信兵もいないからクソの役にも立たないが。弾末魔を確認。さて、ついた範囲がどこにいるんだ。茂みの中にいるだろうから手榴弾投げたいが、スポーンごと破壊しかねないからな。あ、真横かよ。何やったんやこいつ。さて、敵が西から来てるから迎撃するか。個人的な感想だが、狙撃兵使いにくいんだよな。当てられる距離はスコープがなくても当てられるし、スコープ越しで見えても当てられる技量がないんだよな。おめえマジで二度と狙撃兵使うんじゃねえぞ。あ、でもスコープがあるとヘッショしやすいぞ。ここまでで一回でもヘッショしましたか。してませんけど何か。さて、敵が進行方法を変えて南から攻めてきているので迎撃すっぞ。そして相変わらず分隊長だし、なんやかんやあって分隊員全員抜けたぞ。はあ、北斎。まあいいや、他分隊からの情報で臨機応変に高度の柔軟性を持つ狙撃兵として生きていくか。サバのルールで一人分隊禁止されているんですが。おう、死んだら考えてやるよ。なんか分隊長が抜ける問題を解決する方法ないかな。まあみんな自分がいなくなった後のことなんて知らんもんな、知りたくもないもんな。会社の業務の引き継ぎだ。おい、それ以上はやめろ。これ以上見てくれている人を減らす気か。まあとりあえず敵の来ている場所を味方に教えるか。分隊長の利点はこれなんだよな、これしかないけど。はい、本日初めての必勝をいただきました、ありがとうございます。お、なんか誘爆した戦車の真横で突っ立ってるやつがおる。おい、今明らかに弾が右にそれたぞ。やっぱ撃たれたら伏せるんじゃなくて動き続けた方がいいな。わざわざ敵に的を与えてもしゃあないし。で、お前は撃たれた時どうするんだ。伏せます。手のひらくるくるとはこのことか。いや、だって被弾面積を少しでも小さくしたいしね。そしてなんやかんやあって味方狙撃兵も援護しに来てくれたから、この方面はこれで大丈夫かな。くっそなぜか外した。あや、殺しに来るぞ。お、場所変えたらちょうど真正面に来てくれた。アップね、死ぬとこだった。移動途中に撃つのやめてくれー。水面下に伏せたから多分居場所はバレないわずだが、どうだろう。どう出ようかな。さっさと死んで味方と合流した方がいいぞ。おうおう、死んだら考えるって。さて、手榴弾投げ切ったな。あや、完全にやったと思ってるな。その油断が死に繋がるんだよ。はい、さよなら。敵のスポーンを見つけたがどうすっかな。拠点は陥落したけど一応通報だけはしておくか。さて、場所は変わって敵の迫撃砲の音がしたので捜索中。さては、この下にいるな。はい、迫撃砲は楽しかったか。てか、これ迫撃砲作った場所サバで禁止されてる場所じゃねえか。一応サバ館にいるけど多分何もしてくれないんだろうな。
分的スポーンを捜索していたが何も見つからなかったし拠点の支援でもするか。しかし本当に情報がないなぁ。敵をいくら殺したところで勝利に一切繋がらないからもう少し役に立ちたいんだが。王だからさっさと死んで味方に合流しろって。そうしようか迷い始めた。そして今の米兵一発食らってピンピンしてたな。獅子に当たると致命傷にならないからしゃあないか。くっそ当たらねえ。よしへっしょ。なんか今拳銃の音したぞ。あ、どうもこんにちは。今から陣地変えるところです。お前初対面の奴に拳銃弾撃ち込んだらダメって教わらなかったか。あれなぜかかったぞ。本当になんでだ。まあいいや、もっと皆様に私の神エイムを見せたかったんですけどね。試合が終わっちゃったからね。仕方ないね。それではさようなら。Cool. A little Jolly Rancher action? A little Jolly...